116でした。116よし、じゃあ8番で。ナイス。私は8番で行きます。いい音、うん、よいしょ。いい音、すごい、いいのがある。ほらやったー、ナイスショー、ナイスショー。ちょっと今日調子悪いんで7番にします。やっと乗れた。ありがとう。ナイスです。砂がかり、砂がかりです。ありがとうございます。23ヤードピッチングです。おー、あー、入っちゃう。おー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 2個ありましたね。ギリギリ入ってなかった。お、入ってなかった。よかったね。あ、すごい。入ってたら大変だったもんね。ドラの行いがちょっと良かったかもしれない。なるほど。どうしよう。どうしよう。クラブが違う。しまった。惜しい、惜しい。残念。残念。4枚ボギー。4枚ボギーね。17番パー4、250ヤード。います。見えなかった。右ですかね。右。あ、大丈夫かな。大丈夫。
手前です。あ、やばい。シャンク地獄。ありがとうございます。今のいいね。よかった。よし、ひどいっす。最後です。はい。でも90代ぐらいの子って多いのかな、女の子。ここちょうど90代女子だもんね。そうですね。だからそういう子たちがもうワンランクアップ上がるのって大変だもんね。めちゃくちゃ80代がね、1がだけど大変ですよ ね。100切りも大変だけどさ、それ以上に私90切りにめちゃくちゃ苦戦してるんだよね。やっぱ頑張ろう。今日はもう目標を超えちゃいました。それはエンディングで撮っときましょう。とりあえずね、あの最終ホール行ってからの総まとめて、はい、ナイス。いい当たり、いい当たり。やばー、よかった。いいね、今のいいね。めちゃめちゃいい。嬉しい。気持ちいいね。気持ちいいホールね。さあ、ウッドとか UTV でやってるところ、私はそれでもドライバー打つ。強気だけど。そう。ここからが勝負ですね。最後ぐらいちょっとまとめたいな。ナイショー。すごい。まっすぐです。まっすぐです。走りに乗って5番ウッドで行きます。落ちてきて、落ちてきた。危ない。
手前にバンカーあるんでレイアップぐらいかな、うん、6番で打ちます。やばい、やばいやばいやばい、止まれ止まれ、いる？いや、ったかな、ダメかな、ポロっていっちゃったかな、止まりそうだよね、この7番でちょっとバンカーをかけていきます。いや、距離終わりすぎだ。何ですかね、何だろう、崖っぽい崖っぽい、私は S で打ちます。難しいですね。はい。OK です。ありがとうございます。マスク邪魔？大丈夫です。今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。後半ストロークプレー結果はですね、私から私がこう58回叩きまして、前半と加えてトータル100打ってしまいました。ちょっと深く反省いたしますただ、みなみちゃん、まりんちゃんは頑張ってくれて、後半が52で、うんうん、トータル94です。素晴らしい、安定の90代です。安定の90代です。マリンちゃんは？私も後半が52で、みなみちゃんと同じ94でした。すごい。初出演ですごい。きっと緊張もしてたのにね、すごいと思います。で、今日2人は初めてリンゴルフに出ていただいたんですけど、実際出てみてどうだったか、みなみちゃんどうですか？私はずっとリンゴルフに出るのが夢だったので、夢が叶ったので私はもう満足です。なんて素直な素敵なコメントを、はい、ありがとうございます。なんかパッと右足系なのに着実なゴルフをするプレー姿が本当になんか かわいいのにかっこいいなって思って見てました。ありがとうございます。マリンちゃんどうでしたか？はい、結構前半も緊張でガチガチだったんですけど、ね、でも最終的には3人で楽
楽しく回れて私もハッピーでした。ハッピーありがとうございます。ちょっと現役大学生からのハッピーいただきました。もう大学生とは思えないぐらいの落ち着きと、そしてあの綺麗な美スイング、ね、すごいなって思って、きっとねゴルフ部もなかなか活動できないって言ってたんでね、はい、慶応ゴルフ部もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まだまだ私の上達は続きますが、あの懲りずに見ていただけたらと思います。この企画が面白かったと見ていただけた方は高評価ボタン、コメントお願いします。またチャンネル登録もお待ちしています。ではまたね、バイバイ。